じゃあここからは、ギタリストについてちょっと聞いていきたいかなと思うんだけど、まあ、ギター始めてさっきね、あのシドビシャスに憧れたってあると思うんだけど、はい、なんだろう、ギタリストで憧れの人とか、このギター好きだなとか、うん、まあ、まずは何だろうな、まあ、サウンドとか、まあ、含めてどんな人が好きとか、ギタリスト好きな人。そうです。でもやっぱそのシードビシャスの流れというか、うん、ピストルズ本当に私の中でのパンクの出会いの入り口だったので、うん、スティーブ・ジョーンズのギターは、はい、が多分初めて出会ったパンクのギターで、うん、未だに聴いてもかっこいいなって思うし、うん、多分エレキギターで初めて弾きたかったし弾いたのが、うん、多分ピストルズの、うん、そうですね、ゴッド・セーブ・ザ・クイーンの、うん、チャラララあれだったと思います、はいはい、うん、こんな簡単に弾けるんだ、うん、そうか、やっぱりギターのフレーズとかでかっこいいなと思って、それイコール、まあ、そのギタリストだったりにつながってるんで、うん、別々ってことないもんね。そうだよね。そうですね。スズは？そうですね、私初めて弾いた曲は思い出せないんですけど、うん、やっぱあのグループサウンズを初めて知った時に、うんうんうん、一番最初に聴いた時はなんかすごい、うん、あの歌謡曲っぽくてなんか、うん、ロックじゃないのかなと思いながら聴いて、うん、でもやっぱりあの寺内武さんを初めて聴いた時に、はい、あのすごい不良なサウンドで、うん、60年代日本にこんなギター弾く人がいたんだって衝撃で、うん、もうそこからやっぱり寺内さんは未だに尊敬してます、ね、日本だと。そうなんだ、はい、やっぱりそんなにすごいと思った。すごいです。まあ引き出しはすごそうだよね。そうですね、やっぱ上手いし、うん、ワイルドっていうのがやっぱり、まあね、なんかその試行錯誤とかもすごそうだもんね。60年代 ねやってることが、まあ、むちゃくちゃっぽいけど、はい、本当なんか違う意味で振り踊ったもんね、なんかね。じゃあここは、スピジョーンズ、スティーブ・ジョーンズがいて、はい、他には何か、他にはあとは、うん、マーシーさん、マシママサトシさんのギターはめちゃくちゃ好きで、うん、そうですね、当時ブルーハーツ高校生の時にすごい聴いてて、うん、ハイローズもちょうど世代だったんで、うん、いろいろなんかそのタブバンドスコアみたいな買って、うん、あの練習したりとかしてましたね。パンクロック、まあ、ピストルズから入って、はい、その後にブルーハーツとかハイローズ、まあ、ハイローズの方が時代的にはそうか、リアルタイムか。そうですね、活動してた時代で、何ですかね、どうそこの流れどうだったか覚えてないんですけど、なんか時代的にもなんかインディーズブームみたいな感じで、バンド自体が結構流行ってたんですよ、高校生の時に。で友達みんなそういうの聞いて、なんかゴイステとかコンパチとか聞いてるし、そうですね、ロリータ18号とかも活躍してたし、はい、っていうなんかバンドをみんな友達聞いてましたね、はい、じゃあ割と周りは日本のバンドを聞いてる子たちも多かったっていうか、ね、そうですね。そっか、その時に、まあね、あのピストルズから入って他の洋楽とかは、はい、他の洋楽はもう全然ジャンルとか本当分かってなかったんで、うん、あとはお父さんのなんかオールディーズも好きで聞いてたし、あとはなんかちょっと大人の人に貸してもらったなんかボンジョビとかも聞いたし、そんな中でさ、ギタリストとしてではなんかこう引っかかった人とか、この人他にはいた？特にその時は本当マーシーさんぐらいですね。マーシーはそのギタープレイ、それともなんか姿とか、ギタープレイ、プレイ、なんかもう弾いてる内容、うん、内容が好きでした。うん、音とか、音か。はい。スズは他には何か。そうですね、あのやっぱり最初に買ったレコードがダムドだったので、うん、アマシンガエスケットあのキャプテンセンシブルがギター弾いてますけど、はいはい、やっぱりそれは初めてあの音楽を聴いて、うん、ギタリストを意識したのは多分キャプテンが最初だったと思います。それはサウンド、サウンドもルックスも含めて全部なんかやりたい放題っていう感じで、うん、そこが好きですね。まあね、どっちも個性的なギタリストだと思うんだけど、そんな中で自分が一番なんだ影響を受けたりとかするのかな、プレイとかには、今弾いてるギターとか影響。そうですね、
あでも自分のルーツが多分グループサウンズとパンクっていうのが2本あって、うん、なのであのどっちにすごい寄ってるとか誰に似てるかは分からないんですけど、うん、あでもそうですね、あの女性で言うと、うん、あの持ってきてたんだしますあのマッスがすごく好きで、うんはい、あのこのギターボーカルキムシャタックは、はい、この可愛い格好をして、うん、あの男の子みたいなワイルドなプレイをしててっていうのは、うん、影響はすごく大きかったかもしれない。男前な女の子が好きで、うんはい、そうでそうこういう話していいのかちょっとあれだったんだけど、バンドってやっぱり、まあ、男社会じゃないですか、うん、でなんだろうな、ガールズバンドやる子たちってやっぱりそういう中で逆に目立ったりするんで、うん、それを良しとしてやる子たちもいるだろうし、自然にこうあ本当に女の子とやるのが楽しいからっていうもいるだろうしと思うんだけど、そうやってやっぱり見せるところでそういう女性のギタリストとかってかっこいい人いっぱいいるじゃないですか。そんなところもちょっと聞いてみたいな、うん、で一人出てきた。ここはなんかいる、そういう。あとは今日この格好をしてるんですけど、うん、ジョーンジェット、うんはい、ジョーン、あ私ピストルズの話してピストルズの服着てたこれはあれ女って言ったのになと思ったそう、あのやっぱでも、うん、ギタープレイっていうよりはなんか存在とか生き方とかなんですけど、まあ、ジョン・ジェットはすごいかっこいいなって思ってます、うんうんうん、だからさっき聞いててギターね始めた好きだっていう時にもうプレイとかそのだけじゃなくてやっぱりその人が弾くからみたいなのがあるじゃないですか。でこの間エディとも話したんだけど、いや何が一番大切って言ったらやっぱりその人から出てくる波動ですよとか言い出して波動だからプレイとか音とかそういうことじゃなくてその人がどう伝えるかっていうようなことがやっぱりスタイルになっていくんじゃないかなって言ってたんだけど、だそういう意味でもだからなんだろう、このギタリストのなんとかプレイがどうとかじゃなくてそのもう存在すべてっていうことだよね、なんとか聞いてると。そうですね、なんかその細かいことじゃなくて、うん、かっこいいかどうかしかないって感じですね、うん、その人にしかできないことをやってる人がやっぱり一番かっこいいですよね、うん、でなんだろうな、見てる人たちもうちょっとその女の人のかっこいいギタリストみたいなのをちょっと紹介できたらなと思うんだけど、なんか思いつく人いるかな。はい、はい、この曲では弾いてないんですけど、うん、あの568 5678のよしこさんはかっこいいですね、はい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 、で568って一番初めエディだよね、ギター。一番初めはそういえば、ね、なんかリコジェットさん、ねうん、で、あ、そうか、その後にその辺りにエディがそうだね、うん、それは、よしこのギターは弾いてないんですけどこれはね、弾いてないけど、はいはい、まあライブで弾いてるじゃないですか、はい、あれは見てどんな感じですか、どんな感じ、しびれるって感じですね、うん、そんなに上手いわけではないよね、うん、そうめちゃくちゃ上手いわけではかっこいい、かっこいいのにねねそうなんだね、なんかすずは他にもいます、ギタリスト女性。そうです、今日そうなんです、この回の前にずっと考えてたんですけど、うん、なんか実はあんまり私女性でこの人が大好きなんだってパッと思いつくのはやっぱキムシャタックと、うん、私もよしこさんやっぱ大好きで、うん、ぐらいで、なんかこう自分があんまり女性だと意識して、うん、あのギターを弾いたことがないかもなっていう自分を振り返ってたんですけど、だなんかどうしてもあの男の人が好きなギタリストでも多くなっちゃいますね。うん、じゃあギターのプレイとしてはやっぱそういう、はい、そうです、まあ、母数が単純に多いっていうのもあります、うんうん、あるけどね。そっかそっか。でなんだろう、そうすると自分が目指していくとこってそのまあ男とか女とかあんま関係ないっていうことになってくるのかな。超越したい、まあ、ギターとしてはギタリストとしてはねそうです、うん、そっかそっか、了解です。そしたらじゃあそのギタリスト男性でもなんかもうちょっと紹介したい人とかいれば、ここ誰かいったら男性、まあ、女性でも男性でも あと、うん、そのかっこいい女性ギタリストもう一人、うん、このポルトガルジャパンっていうバンドのフキコ・ジエンドさんって、うん、もう活動してないバンドなんですけど、うん、すごいかっこよくて革ジャンで、うん、なんかこういうハードな
あ、これ革ちゃん着てないですけど可愛いかもしれないそう、うん、ハードな、うん、なんか女でかっこいいギターっていうのがあんまりいなくて、うん、なんかやっぱ可愛いとか拙いのがいいみたいな風になりがちなところを、うん、なんかでも男すぎるのも嫌なんですよ、うん、なんか男と同等もちょっと違くて、うん、マッチョすぎる感じが、うん、じゃなくてなんかちょうどいいかっこいい女が見て憧れる女性ギタリストっていうのが、うん、この結構フキコジエンド先輩はかなりかっこいいですね、うん、はい、何年ぐらいの人ですか。これはアルバムが出たのが2005年って書いてあります。そんなに遠くはないかな、はい、うん、ありがとう、はい、鈴は何か他は他はって言ったらあれだけど、でもなんだろう、さっき言ったみたいにそのバンドやるときに、はい、そのあのなんだろう、姿というか立ってアプローチ、アピールするものみたいなのも含めて、はい、まあ、女性だったりとかガールズバンドみたいなことって言ってたんだけど、はいはい、そういうところでその認められるというか、なんか紹介できるのもあったら、そうです、認められるってことはないな、なんかなんだろうな、そのさっき言ったみたいにギタリストってそれだけじゃないじゃないですか、なんかギターだったりとかそういうことだけじゃなくて、なんかそういう意味でこの人かっこいいんだよねっていう、まあ女性男性関係なくその姿も含めて他にもいたら、まあ、見た目がかっこよくないで有名ですけど、うん、あのボイドイズ、リチャード・ヘルの、うん、はい、あのボイドイズの、はい、まあ、ロバート・クワインというギタリストは、はい、まあ、すごいあのなんかこう髪の薄いおじさんなんですけど、うん、ですけど、まあ、すごいあの知的な人で、うんうん、はい、あのギタープレイも、この I'm Your Man ってこの B 面の曲のギターソロが本当に大好きで、うん、あのなんかこう知的さと凶暴さが合わさっているというか、うん、なんかそういう考えられたギターソロみたいなのは結構好きかもしれないです、うん、割とそのさっき言ったロックンロールとは違って方向だよ ね、 なんかね、そうですね、ちょっとアバンギャルドまでいかないけど、そうかもしれないですね、その知的っていうのはなんとなくその、はい、逆にちょっとひねくれてるっていうのもあったりとか、うん、ここもなんかリチャード・ヘル選んでたよ ね、 なんかね、そう好きなのね、できたかな、あった、でもこれの、まあ、1曲目違うわブランク・ジェネレーションのギターソロがすごいかっこいいんですけど、うん、って思ってたんですけど、今知的って言ったのにすごい私びっくりして、私はすごいデタラメだと思ってたんですよ、うん、アバンギャルドっていいんだねデタラメね、うん、はい、なんか勢いだけでやってるっていう感じが私はすごいかっこいいと思ってたから、ちょっと勉強しようって思いましたでもね、なんかさっきあの、まあ、なんだろうね、選んでた曲が結構ロックノートが多かったりとかして、ね、チャックベリーとかも入ったりとかするんだけど、そういう自分のファンから入ってって結局古いものとかもやってるじゃないですか、でここはもうロックロールから始まってみたいなのがあって、そのさっきの寺内武史とかもこうルーツに戻っていくと、まあ、GS に行き着いたわけじゃないですか、なんとなく、はい、そこってなんかあるのかな、変異というか、あ、 なんで GS に行ったか、自分がそこにこう落ち着いたっていうか、これすごい持論なんですけど、うん、日本人がロックンロールをあのやろうとすると、あの最後は演歌になってしまうというのが私の持論で、だからある意味 GS はすごいあの正しい姿というか、あのなんていうか、あの逆立ちしても多分ロックが生まれたアメリカの人ではないので、どうしてもこう独特なものになると思ってて、でもそこが私はすごい好きで魅力的だと思ってるので、だから自分のバンドでも日本語にこだわりたいし、まああえて GS って言いたいなと思って、やっぱ60年代のロックを日本人がやってみたらそれは GS なんだっていうところです。あ、そういうこと、ね、はい、でまあ古い音楽をでも今こう表現してるっていうのは自覚してやってるってことだよね。そうですね、うん、やっぱ好きなので、うん、そういう意味ではある程度こうスタイルみたいなのはね、音楽的にもこう割とさっき言ったじゃあ GS って言っちゃいますって言ったところにハマってくるよね、はいはい、そうかもしれない、うん、でレッツゴーズもここはさっきパンクってパンクロックってって言って、はい、そのみんなが思うパンクロックってあると思うんだけど、うん、割とそのオーソドックスなそのハマり具合になってじゃないですか、はい、なんかそこはそうここに落ち着いたなんか理由みたいなのって、あ、なんかそのなんか主にずっと割となんだバンドの大きな印象は変わらない、メンバーどんどん変わっていっても変わらないし、個々のギターとかステージ立ってあの元気はつらつな感じっていうか、うん、こう爆発的な感じっていうのは変わらないじゃないですか、はい、
なんかあのスタイルの源みたいなのっていうか、そうです、なんか今回やるにあたってなんだろうって考えて自分のルーツについて、うん、なんか結果音楽じゃなくて映画を持ってきたんですけど、うんはいはい、このラモーンズのロックンロールハイスクールと、はい、あとこのミステリートレインの感じ、うんはい、これをがなんか私の思うなんかロックンロールの世界っていう感じですね、はい、どっちもね曲とかもちゃんといい曲かかってたりするよね、はい、うん、やっぱどっちも主人公が女の子で、うん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 、ロックンが大好きで、うんうん、なんかそのロックに対してすごい夢を抱いてるっていうところが、うんうんまあ、自分も実際ずっと結局大人になってもなんかそんな感じだし、うんうん、なんかでもそれ子供っぽいけどめちゃくちゃ大切なことでもあるなって思ってて、うんうん、なんか大切にしたいなって思います、うんはい、確かにそういう感じがいつも溢れるステージではあるかなと思うね、やっぱりね、はい、うん、そうね、だから僕とかもそのガールズバンドだったりとかそのロックをやってる女性に対してそのさっき言った可愛いかっこいい、まあ、混在してるじゃないですか、男っぽかったりでもなんかその感じがねやっぱりいいなと思って結構好きなんでいたりするんだけど、確か言ってるまんまね体現してるよね、うん、そうです、なんかやっぱ、うん、分かった、理屈じゃないっていう、なんか男の人って結構計算してちゃんと組み立てたりして作るじゃないですか、うん、いろんなもの、うん、でも女の人って結構感情だったりなんか大、うん、なんていうかねそのノリみたいなので、うん、そうこうやってくのが、うん、得意な生き物というか、うん、まあ、そういう感じ、うんはい、そうね、理由とか理屈とかね、あまりこう、はい、こねくり回さずう、ね、そうです、うん、スズはどうかな、そういうところ、そうですね、まあ、なんだろう、今も続けている、はい、そういったスタイル多分今回もやっぱり続けていこうかなっていう感じ、うん、そうですね、多分やっぱり10代の時に好きなになったもの多分一生好きだと思うので、うん、基本的にその60、70年代のロックが好きっていうのは多分変わらないから多分軸は多分変わらないんだと思います、うん、そこになんか新しいものを取り入れていこうとかそういうことではなく、あ、でも全然うん、そうだ、取り入れたくないっていうのもと、うん、別にないんですけど、うん、そうですね、まあ、メンバーがやりたいことを、うん、お互いそのやりたいことを混ぜ合ってできるのが一番理想かなと、うんうん、まあ、でも自分で一番やりたい表現だったりっていうのは、うん、まあ、そこでってことなんだよね、きっとね、まあ、そうですね、私に限って言えばそうかもしれない、うんうん、そっかそっか、フルアコ、セミアコ、ちょっとフルアコってことなんですね、はい、これはね、うん、いただきます、はい、でここのトグルスイッチとそこのつまみの位置でいろんな音色が出せるっていうことでございます、はい、やっぱりムッシュかまやつさんが、うん、はい、やっぱティアドロップ使ってたのはすごい印象深い、なんか一回なくしちゃって、うん、握ったら自分のだって分かったって言っててさすがだなってすごい思いました、ね